はい、本日お願いします。お願いします。はい、じゃあちょっと学年とお名前を、下の名前だけでいいんじゃない。3年のリオンです。はい、お願いします。このチームのちょっといいところ今聞いてるんですけれども、人数が少なくても笑顔で元気でできるのと、大人数になるとそれより倍の元気が出せるところです。いや、元気っていいね。はい、あのさっきノック一緒に混ざったけど、それも伝わってきたので、はい、どんどんもっともっと、僕らに見せていってください。はい、はい、じゃあ本日お願いします。お願いします。はい、本日はよろしくお願いします。2年の木村沙耶です。沙耶さん、はい、2年生、はい、よろしくお願いします。今ね、みんなにチームのいいところ、青春フューチャーのいいところを聞いてるんですけれども、ちょっとなんか一言二言いただければと思います。先輩後輩仲良くしてとても楽しいです。お、仲良く、まあね、だからこそ楽しく、できると思うので、で今日今見ててもそれすごい伝わってくるので、ぜひぜひ、もっともっと僕らにそのプレーを見せていってください。はい、はい、本日はよろしくお願いします。はい、本日はよろしくお願いします。はい、お名前と学年をお願いします。はい、2年生の小梅です。はい、本日はお願いします。いいところを先生にインタビューしてるんですけれども、元気になるとやっぱりみんな笑顔で刺激し合ったりするといいと思います。おー、ただ元気だけじゃなく、まあ、刺激し合ってとチームそこでさらに上がっていけると。わ、はい、ね、分かりました。じゃあ本日、もっともっとそういうの見せてください。はい、はい、本日はよろしくお願いします。本日はお願いします。はい、じゃあお名前と学年をお願いします。2年のメイです。メイさん。2年のソラネです。ソラネさん、はい、お願いいたします。はい、ちょっと恥ずかしがって2人で出ることになったけど、いいところ今、みんなに聞いて回ってるんですけれども、練習中に笑顔が多いところです。うーん、個性的でみんな明るいところです。おー、笑顔で明るい、しかも個性的。いや、いいわ、絶対いたら楽しいわ。あ、分かりました。じゃあで、もっともっとそういうプレーを、僕らに興味してカメラに収めてください。はい、はい、本日よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はよろしくお願いします。はい、お名前と学年をお願いします。1年生のゆずみです。1年生のゆずみさん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。いいところ今みんなに聞いて回ってるんですけれども、ちょっと一言二言いただけると嬉しいです。いつもプレイしてる時にずっと笑顔でプレイできているところ。あー、やっぱ笑顔でやってると楽しさもね出てくるので、はい、今日はその笑顔を、みんなの笑顔を見せてもらえればなと思います。はい、はい、本日よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はお願いします。はい、お名前と学年をお願いします。ひなたです。3年生です。3年生ひなたさん、はい、よろしくお願いいたします。いいところを、聞いて回ってるんですけれども、エラーした時も仲間と励まし合えるところ。おお、まあね、みんなから声かけてもらえば選手たちも、緊張も和らげると思うので、今日そういったところも、見せてもらえればなと思います。本日はお願いします。はい、お名前と学年をお願いします。野中です。1年です。野中さん、1年生、はい、はい、よろしくお願いします。本日青春フューチャーの、いいところを、みんなに聞いて回ってるんですけども、何かちょっとあればお願いします。学年関係なく仲がいいところです。ああ、やっぱ 1,2,3 年生みんながね、一つの組み方同じ学年でって、あ、学年関係なくっていうのは、やっぱすごい楽しめる、野球も楽しめると思うのでね、今日もそういったところも、見させてもらえればなと思います。本日お願いします。中学1年生のゆずきです。1年生のゆずきさん、はい、はい、お願いしま す。お願いします。ちょっとね、今皆さんのいいところを聞いて、青春フューチャーのいいところを聞いて回ってるんですけども、なんかちょっと一言、はい、二言いただければと。すごく元気で明るくて、先輩たちとかもみんな優しくて楽しいです。やっぱ先輩優しいとね、野球も楽しくなるし、はい、やっぱ元気っていうのもね、ハキハキできるのですごいいいなと思うので、今日そういうところも、見させてもらえればと思います。はい、よろしくお願いします。おー、いいね、いいね。お願いします。お願いします。はい、本日はお願いします。ゆいです。ゆいさん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ね、今みんなに青春フューチャーのいいところを聞いて回ってるんですけれども、ちょっと一言二言いただけると嬉しいです。明るくて、いつも笑顔。そうね、今カメラ回すまですごい笑われたからね、みんな笑顔だなっていうのはすごい伝わってくるので、その笑顔をね、どん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 もっと見せてください。はい、本日はよろしくお願いします。選手の皆さん、ご協力ありがとうございました。青春フューチャーさんの各種リンクは概要欄より。次回コーンも動画続きます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは
デビュー2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。